はい、どうも、鈴です。おはようございます。ミスターミラレスです。まあ、前回のちょっと続きみたいになるんですけども、第114回写真編、フルサイズとマイクロフォーサーズ、どちらが綺麗に写真が撮れるかについて、その2。今回、まあ、あの動画をまたね、ご視聴していただいている方、本当にありがとうございます。チャンネル登録していただいてて、まあ、ご視聴されている方、本当にありがとうございます。まあ、初めての方とね、まあ、時々ご視聴していただいていて、まだ登録されてない方は、チャンネル登録していただければ、撮影の励みになりますので、大変助かるんですが、どうぞよろしくお願いいたします。今回ね、ちょっと私、今見てびっくりしたんですけど、まあ、どれがね、フルサイズがいいよとか、綺麗とか、マイクロフォーサーズがもう綺麗とか、いいよっても、キリがないんですよね。ちょっとね、私も、半分ちょっと病気みたいなところがあって、多分、フルサイズ持ってないね、ひがみがあるんじゃないかな、いうのもちょっと、ひがみじゃないけど、まあ、持ってない、ちょっとこうね、まあ、悔しさというかね、そういうのもあるんかな、いうのもちょっと改めて、思うんですよ。ただね、今としての自分のお金取る立場としてね、まあ、マイクロフォーサーズ OM-1 をね、今使ってますんで、まあとりあえずそれで、まあなんとかね、撮影していこうかなとは思うんですが、ただちょっとね、びっくりしたんですけどね、別にこれも R6 をね、持ってる方、私あれ、6とか R5、EOS R5、EOS R6 はね、正直言って欲しいんです。欲しいけど買えばいいじゃないかって思われるんじゃけど、カメラが2台も3台も正直言っていらないんですよ。まあ、いらないか欲しいけど、どうしてもね、お金かかるわけじゃけ、仕事でね、撮影しとるわけじゃないけ、まあ、1台で OM-1 だけでいいんですけど、まあ、欲しいのは事実です。ずっと R5、R6 持ってる方からしたらね、この間は R5 のちょっと話をしたりしてね、ちょっと面白ないこと言ったかもしれんけど、別に聞き流してもらえばいいです。マイクロフォーサーズ持ってるもんが呼ぶわ、いうことで。今回ね、だから発見したのがね、R6 でも前からちょっと見てはおったんだけど、これ R6 持ってる人からしたらね、面白ない動画じゃ思うんで、もうこれ気にせんとってください。私もね、今ね、動画のネタがないんでね、引っ張ってきとるようなもんです。何が言いたいかはね、まあ、要するに、どちらが綺麗に写真が撮れるかについていう、まあ、その2なんだけど、マックオートさん言って、まあ、有名な方おると思うんですけども、ちょっとこう、名前出させてもらって申し訳ないんですけど、この方の動画を私よく見るんですけど、まあ、この方がね、R6 を持っとられとって、一番ね、今、現状での最新の動画を、この間たまたま見たんですよ。で、まあ、OM-1 の購入を検討されている方へパート2ということで、まあ、コーツさんが動画を作られてたんですけども、その中に、ローリングシャッター歪みということで、やられてるんですけども、OM-1 と EOS R6 を、列車よね。電車。電車が、こう、横に、走っとる。まあ、こっちからこう、向こうからこうとかね。まあ、こう、走っとるんですけども、それをね、まあ、320分の1のスピードとか、まあ、4000分の1のスピードとか、で、写真撮ってるんですけども、それの、ローリングシャッター歪みです。これ見てね、僕ちょっと驚いたんだけど、まあ、OM-1 の方も歪んではいるんですよ。歪んではいるし、EOS R6 も歪んだったんです。じゃあ、どっちの歪みがひどいかいうのは、まあ、その動画を見る限りでは、まあ、写真ですけど、EOS R6 の方が歪みがひどいんです。まあね、それ見たときに、
これわからんなぁ、待ってね、マイクロフォーサーズの方がいいんか。もうフルサイズのね、良さある6の方がいいとは思うんだけど、歪みは OM1 の方がいいしね、あまり歪んではおるんだけど、あまり歪んでないからね。もうね、何がいいかわからんなったんですよね、私もね。その、マッコトさんのこの、動画はあと、メモいうか、あそこに、URL アドレス貼っときますんで、まあ、リンクして、ボタンを押してから見てもらえば、あると思うんですけども。でね、その中にね、ビルのね、撮影されとるのがあるんですよ。で、それはね、ビルのまた全体、ビルを、まあ、東京都内では思うんだけど、ビルを、こう、風景で撮影しとって、ある窓の部分をトリミングして、こう、引っ張ってきたときに、OM1 より、それは R6 の方が綺麗に映ってました。通常でね、ある一部分をこう、引っ張り出してきたときに、まあ、トリミングですよ。そうなると、まあ、OM1 より R6 の方が綺麗なのは私も見て、一目瞭然で、これ負けたなぁと。まあ、勝ち負け言っちゃいけんのんだけど、まあ、R6 の方が勝ったなぁいうのは、まあ、あれはもう、認めますけどね。問題はね、私言いたいのは、もう、あらかじめそこの窓言ったらおかしいけど、そこのビルを狙って、お互い、レンズもね、レンズサイズとかそういうのを共通で比較するんじゃなくて、もう自分の一番映りやすいレンズを持ってきて、それはあまり高級すぎれば別なんだけど、まあ、とにかく自分の好きなレンズを持ってきて、それでも、なんて書いたらね、R6 の場合は、フルサイズセンサーでサイズが大きいわけじゃないですか。で、OM1 はサイズが小さいですね、センサーの。マイクロフォーサーズなんで。レンズの、レンズは同じような換算にして、ISO も同じように換算して、どう言ったらいいか、そういういろんな条件を同じように換算しとる、して撮影して比較しとるわけだけ。それだったらどう考えても、センサーサイズの大きい方が有利じゃないですか。だから、私はね、もし比較するんだったらもうそういうのを抜きでね、もうレンズは自分の得意なレンズ。まあ、自分が一番高いレンズしていったら当然そっちの方がいいかもしれないけど、それじゃなくて、まあ、自分のもう得意なね、自分の自信があるレンズをつけて、不公平かもしれんけど、でもセンサーでもすでに不公平なんでね、レンズで不公平が出てもいいじゃないですか。もしくは絞りとか、シャッタースピードで不公平が出てもいいですよね。センサーで不公平が出てるわけだけ。だから、もう自分の好きなスタイルでね、そこのビルのその窓のその文字のあたりを狙って写しましょうと。まあ、距離は同じとこからね。だったらそんなにどうなのかなと思ってね。まあちょっとそこを私もね、フルサイズ持ってないんでね、家、持ってないし検証しとるわけじゃないって言えんのんだけど、とにかく同じレベルのサイズのレンズとか、二回も言うんだけど、そういう、同じ条件にしたら、当然、センサーは同じ条件じゃないわけだけ。映りが悪いのはもう当たり前ですよね。だから、センサーで違うんなら、もうレンズとか、ほんとそういういろんな条件は自分の好き勝手にさせてもらうと。いうことで、そこを狙うと。いうのやったらね、どっちがどういうのもちょっと、言えのじゃないんかなと。まあ、あとは距離はね、どうしても同じ距離から撮らんと、近く行った方がいいわけですからね、それはあくまで。
近く行くに越したことはないわけだけ。だから距離は同じだけど、あとはもう自分の好きなレンズ、自分の好きな絞り、自分の好きなシャッタースピード、自分の好きなどういったらいいかね、明るさをね、こう F 値とかいろいろこう感度も調整して、自分の好きな感じで三脚を使いたければ三脚を使う、手持ちでよければ手持ちでも、もうどんな条件でも、止まっとるもんでやったらもう、もう自分の好きな状況だから、まあ、マイクロフォーサーズの OM1 だったら、ハイレゾショットで撮ろうが、もう自分の好きな方法で、もう、あんたは OM1 はハイレゾショットで撮って卑怯じゃないかとか、そういう問題じゃなく、それを言ったら、じゃあ、R6 は、センサー大きいって卑怯じゃないかと、まあ、そういうことになってくるわけじゃないですか。だからもう、とにかく、距離だけはね、同じ距離で、とにかく近い距離で撮ったら近い距離の方が有利なわけだけ。距離だけはもう同じで、あとはもう三脚使おうがどうしようが、三脚ハイレゾショット使おうがどうしようが、もうとにかく自分の好きな感じにして、で映したらね、これどうなんかなと思ってね、まあやればいいんじゃろうけど、そのやる暇もなければにゃ、やる手間もないからね、ちょっと言葉で話で言うだけなんで、結果が出とるわけじゃないけね、一概に言うのだけど。それがね、なぜか言ったら、ビルのね、そこの、マコートさんのその、まあ、後貼り付けておきますけど、通常の分は当然 R6 の方が良かったんですけど、どう見てもね。ただ、ハイレゾ、OM1 がハイレゾで手持ち撮影とか、まあ、あとしとったらもう、あまり変わらんかったんですよ。まあ、見た感じで、そんなに。三脚とか、三脚ハイレゾとか。だから、それさっき私言ったように、もう、とにかく自分の好きな感じで映したらどうなんかな、いう、ちょっとあまりにね、条件がおかしい条件になるけども、そういう感じですよね。まあただ同じ条件にしたらね、当然センサーサイズの大きい R6 の方が綺麗だとは思うんですよ。一応ね、私まあここちょっと撮ってますけど、このまあこれです。ちょっと行きますよ。このまあバレエのね、この動きのある写真ですけど、宮下さんのね、宮下遥さんの写真ですが、例えばこういう動きがある写真は、まあ歪みが出るかどうか、まあ電子シャッターでね、映せば変わってくると思うんだけど、これはまあEM1 Mark III なんですけども、OMD EM1 Mark III で、撮ってますけど、これがね、シャッター歪みが、じゃあ、さっきの電車でね、R6 の方がシャッター歪み大きいわけじゃないですか。だったらこっちの方がシャッター歪み少ないんかな、いう気もするし、それはわからんよ。ただし、ビルの撮影からしたら、R6 の方が映りが綺麗なわけだけ。この EM1 Mark III の方がね、映りが悪くて、ノイズがね、出とると思うんですよ。だからもうどっちがどうもね、ちょっと言うような気がしてきてね、ようわからんなんですよね、私も。映す条件を全部同じにしたら R6 の方がいいと思う。で、まあ、これは動きがあるんでね、動きがあると、ハイレゾは使えないんでね、OM1 にしても、EM1 Mark III にしてもね、ハイレゾが使えんいうことは、R6 の方がいいんかな、いう気もしますよね。ただ歪み、ローリングシャッター歪み、そういうのを考えたら、OM1 の方がいいんか、まあいい。ちょっとそこら辺、わかりませんけどね。で、もうこういう、これはまあ、
トンボ、糸トンボってあの小さい、これぐらいの、あの、1センチ取れるんだけど、近くいてもこれ結構2メーターぐらい離れて取ったんですけど、300ミリのレンズなんで2メーター、1メーター40から2メーターぐらい離れて取ったんですけど、R6 の方が、普通に撮れば R6 の方が綺麗に撮れるかもしれんね。ただ、OM1 でね、あの、ハイレゾショットで撮ったら、ハイレゾショットの方が綺麗なかもしれんし、それはちょっとわからんよね、やってみると。で、やりたいんだけどね、私もね、あの、両方持っとるわけじゃないけ、一概に言うんですけど、さっきのはね、明るいとこなんで、あの、これは明るいとこなんで、OM1 でもね、全然、問題ない思うんや。これまあ EM1 Mark III ですけど。でもこういう、ちょっと、これ暗いとこなんですけども、暗いね、森みたいな草むらの中にあの、蝶が逃げ込んでったんです。その逃げ込んでったとこはやっぱりね、なんぼじゃろ、4、5メーター離れとるとこから撮ったんですけど、追いかけてってね、これ森の中入っていったんですけど、こういうとこは暗いんで、R6 とかでね、撮った方がいいとは思うんでね。これなんかはね、明るいとこではあったんです。明るいとこではあったんだけど、これはね、あの、ものすごい動いてね、これ上下にものすごい動きよったとこを、あの、撮ったんですけど、これ止まっとるシーンじゃないんです。あの、じゃあ言うとホバリングみたいに、止まっとるわけでもないんです。あの、1メーター、50センチから1メーターぐらい、1メーターないね、50センチぐらいをね、上下運動しとるところを撮ったんですけど、これかなりのスピードで上下運動して卵を産卵しとるところなんですけども、これ EM1 Mark III で撮ったんですけど、あのね、EM1 Mark II だったかな。まあそれ撮ったんですけど、こういうのもね、もうすぐこれ動いとるんで、R6 やったらじゃあ歪むんかいうことになるよね。で、ただわからんよ。歪まんかもしれんし、そこはわからんのんだけど。でね、まあ、何が言いたいかは、結論がね、ちょっと本当わからんような状況になったんだけど、まあ、どっちがどういうのもね、もうとにかく、自分としては今 OM1 しか持ってないけど OM1 でいろいろ撮っていこう思うんですけど、フルサイズの方が綺麗に映る場合もあるし、マイクロフォーサーズの方が綺麗に映る場合もあるしと思うんですよ。だからどっちがどう一応言ったんじゃないけど、メリットデメリットがある思うんですよね。で、自分の機種のメリットを活かせてね、撮れればいいとは思うんだけど、ただ R6 のね、フルサイズ、EOS R6 のフルサイズが欲しいのが事実です。あの、買いたいなとは思うんだけどね、ただ2つ買うのもね、私も、もったいないな、いうちょっともったいない病が出とるんで、OM1 だけでまあいろいろやってみようとは思うんですけど、まあ、どっちが綺麗かあるよな、ちょっとね。まあ、その人その人の、もう、好き嫌いよね、その写りの。もうそれしかないよね。ただ、同条件で比較されるんは、あんまり、好ましくないなと、私は、まあ、ちょっと思ってます。同条件で比較するんなら、センサーサイズも同条件にしてもらわんと。センサーサイズいうとこでもすでに条件が違うんじゃけ、レンズにしても、ほんとね、あの、明るさ、F 値とかね、もうあの、シャッタースピードにしてももう自分の好きな、自分の得意な状況を選んで、その場の撮影状況を選んで自分で判断して、そこは撮らせてほしいよね。そこを同条件でやられると、もう明らかにフルサイズの方が綺麗で当たり前だけね。もうセンサーいうとこでも条件が違うんじゃけね。それをちょっと言おうと思います。別にその、フルサイズの R5 で R6 持っとる人をね、あの、
どうのこの言うわけじゃないんよ。それちょっと誤解線取ってほしいんだけど、それはもう、それいいと思いますよ。いいし、羨ましいよね、私としては。いいんじゃけど、とにかく、別に揉め事を起こすために私もこの動画を出しとるわけじゃないんで、まあ、視聴率稼ぎたいのはあるよ、正直言って。視聴率稼ぎたい系出しとるのもあるんだけど、揉めたくて出しとるわけじゃない。それは、ご理解ください。もう、とにかく自分の好きなスタイル、自分の好きなレンズ、自分の好きな映し方で、自分の好きな条件で、撮るのが一番いいんじゃないかな、もうね、もう、持っとる機種でも最大限にね、最大限に持っとる機種で自分の好きなスタイルで撮るのが一番いいと思うんですけど、まあ、今日はネタがないんでね、今これまた出しましたが、私も岡山シーガーズの T シャツ着て何が嬉しいんか、もうバレーシーズン終わるよね、終わったんか。まあ、そういうことで、今後もよろしくお願いします。今日はご視聴ありがとうございました。